はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ハイインジャパンの撮影を、美瑛のですね、色彩の丘、ここで撮影を終えまして、その後に、こちらに寄らせていただきました。こちらですね、こちらも美瑛でよろしい？そうですね、美瑛になります。はい、はい、美瑛のですね、美馬食堂さんです。美馬食堂さんに今日はお邪魔いたしました。オーナーの桃井さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも。ハインジャパンというとですね、まあ、テクノとか、そういうのを絶景の場所で DJ さんがやられるという、コンテンツなんですけども、実はですね、こちらの桃井さんもですね、少なからずと言いましょうか、だいぶですね、そのテクノやハウスなど、そういうところにどっぷりとですね、使われていたという噂を聞きまして、その方がですね、今こちらの美瑛で、グラタンの専門店をやってらっしゃるということで、今日なんか音楽からグラタンビエみたいなところですね、その辺の、まあ、天真ぶりみたいなところも含めてお伺いできればなということでお邪魔しました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あの、桃井さんは、はい、僕が聞いたところだと、はい、渋谷にあるですね、はい、超有名なクラブ、はい、ウーム、はい、こちらで代表取締役をやられてたというふうに。そうですね、はい、2000年のオープンの時、4月にオープンの時はアルバイトで入ったんですけども、はい、最後は、代表取締役をやらせていただいて、はい、20年間約お世話になったんですけども、なんかいわゆる、はい、なんかドリームじゃないですか、アルバイトから社長って、なんかなかなかこういう、そうですね、はい、ちょっと負けず嫌いなところもあるんで、はいはい、いや、すごい、それです。その社長を極められて、はい、しかもまあ、はい、もう世界というかを代表するクラブの一つだと思うんですけど、はい、ウームが、そこをまあ辞められたんですよね。辞められて、そうですね、はい、今こちらの美瑛でいらっしゃって、はい、は何か理由が。そうですね、あの、生まれが札幌で生まれまして、いずれちょっと北海道に戻りたいなっていうのをうすうす感じてたんですけども、はい、ちょっと最後はちょっと人のためになることをして人生をと思ってまして、そこをちょっと、うん、あの、掘り下げていくと、うん、いろんな場所を探してたんですけども、土のパワーがすごく美瑛は強くて、はい、食物だったり温泉だったり人の良さだったり空気感だったりっていうところに惹かれて、最後美瑛と富良野で迷ったんですけども、結局美瑛でちょっとお世話になることになりまして、はい。なるほど。 でもまあ美瑛で働かれるという選択肢はあるんですけども、はい、飲食店をやられようっていう、なんかしかもグラタン専門店ということで、この辺はちょっとお伺いしてもいいですか。そうですね、はい、何か専門店やりたいなと思ってたんですけども、その先ほどの土のパワーが強いということで、食物をいろいろこう調べていくと、小麦粉がまずこの辺すごくおいしいものがあるのと、あと美瑛牛乳っておいしいものがあって、でそれをベースに使って北海道産のバターであったりチーズだったりっていうのを使って、北海道バイブスグラタンっていう名前でそのグラタンを、あの、総評してやらせていただいていて、で野菜グラタンと知床チキン鶏チキンマカロニグラタンとシーフードの3種類の中から選んでもらって、トッピングをしていってもらってという感じの、あの、展開になってるんですけど。なるほど、はい、ってことは、じゃあ食材はほとんどというか北海道のものが多く使われてる。そうですね、北海道ものを使いたいなと思って、そこで専門店をやりたいなと思ったんですけど、はい、最初のうちはちょっと、あの、アナゴ丼とかもやりたかったんですけども、はいはい、アナゴはとてもじゃないけどこの辺は、はい、あの、仕入れられないみたいなんでちょっと諦めて、あの、グラタンの専門店を4月の22日の日にオープンさせてもらいました。というと今3ヶ月ぐらい、はい、そうですね、ちょうど3ヶ月ぐらいですね、はい、あの、結構もう噂になって、いろんな雑誌やメディアに取り上げられてると私、はい、そうですね、北海道代表するポロコっていう雑誌の表紙と、はい、あとホっていう雑誌で特集組んでもらって、はい、あと UHB さんのテレビ番組もピックアップしていただいたんで、うん、ちょっとおかげさまで、あの、皆さんたくさん来ていただいて、昼間の営業で完売という日がちょっとついてますね、はい、すごいですね、はい、ちなみにこの、まあ、はい、3ヶ月ということですが、はい、まあ、なかなか見知らぬ土地という、はい、札幌のお生まれということは聞いたんですけど、はい、あの、とはいえ美瑛はそんなにというところで言うと、はい、結構周りの方とこうなんとかうまくやなんかお話、そうですね、はい、皆さんこの辺の方はやっぱり土が良くて人が良くてってところに気づいてましたんで、はい、まだちょっと知り合いはそんなたくさんはいないんですけども、はい、これからちょっと、あの、関係性を築いていきたいなと思ってますけども、はい、なるほど、はい、さっきちょっと、あの、桃井さん、あの、
人のお役に最後立ちたいというお話がありましたけど、はい、これ飲食を通じたりして、そうですね、何かお考えのところってあったりするんでしょうかね。はい、10個の夢を持って東京を離れてきたんですけども、うん、飲食店を展開していくこと、多角経営でちょっと飲食店を何店舗かやっていくことから始まりまして、うん、10個目の遠い夢っていうのは、児童養護施設にいた子どもたちっていうのは18歳で施設を出されてしまって、うん、で住む場所だったり就職だったりっていうのは結構困ってる子が多くて、その子たちを2年間合宿場をこの辺に作って、そこで衣食住の食と住は面倒を見て、その中で挨拶だったり困ってる人がいたら助けたりとかっていうマインドを入れ込みながら、2年後に世の中に通用する子たちを育てて、日本中の経営者の人に渡していくっていうボランティアができたらいいなと思って、そこがちょっと一番遠いところの夢になるんですけど。素晴らしいですね。はい、じゃあその2年間、はい、その子たちが、はい、その桃井塾というか、桃井、はい、なんていうんですかね、それを経て、寮を経て、はい、いろんな各界に散らばっていって、はい、それで活躍していくようなイメージを、そうですね、子どもたちのその適性を見て、皆さん多分みんなやりたいこと違うと思うんで、うん、強要することなくやりたいことに向かっていけるような流れを作っていければいいなっていうのが一番、なんとなくボランティアに近くなっちゃう、はい、そうですね、ボランティア、そこはもう自分のあれでやろうかなと思ってるんで、ですけどやっぱり人の力も多分必要になってくると思うんで、うん、そうですね、そのようなところの、例えばじゃあ食のところで3食面倒見るっていうのは、美味しいものを作ってくれる人がいないとダメなので、うん、そのような人たちっていうのはちょっと雇っていかないとなと思ってますけども、うん、はい、そうなるとビバ食堂ますます儲からないと。ビバ食堂今も流行ってるけど、ね、さらにそうですね、こういろんなね、そうですね、いろいろこうキッチンカーだったり、はい、夜のレモンサワーの美味しいお店とかっていうのもやりたいなと思って朝日川あたりで、その時はぜひ。いやありがとうございます。、はい、素晴らしい夢聞いちゃいました。ビバ食堂のビバにはそういう意味も含まれてるのかな。そうですね、ビバはそうですね、美しい場所っていうところと、はい、あ、ビのバですね、はい、ビのバ、ビの場所、あとビバのちょっとアルファベットを取って、うん、バイブス、うん、イマジン、うん、ビガー、うん、アシストのその4つをやりたいなと思っていて、うん、ちゃんともう全部裏付けされて、なんかいろいろ、ね、お考えになられてやってらっしゃるんですね、はい、すごい。これからの活動も、ね、もちろん楽しみにしております。はい、はい、ありがとうございます。まあ、最後になりますけど、はい、今ちょっと桃井さんの夢は聞いてしまったんですけども、はい、このハイエンジャパンの活動も、はい、やっぱり、絶景で DJ 組んでやっていく、はいはい、でそれは何のために、音楽はもちろんいろんな人に聞いてほしいというのもありますけども、はい、一方で、ここの土地にいろんな人が来てほしい、はい、まあ外国の方が来れるようなコンディションになったら、はい、こんな場所に遊びに来てほしい、はい、で日本が元気になってほしいという思いもあるようなんですけれども、はいはい、まあ、もちろんその、はい、釈迦に説法になっちゃいますけど、いわゆるクラブ系のね、はい、音楽だったりそういう世界っていうのはお詳しいと思うんですけども、はい、絶景かける DJ のですね、はい、ハインジャパンですね、はい、配信チャンネルハインジャパンに、はい、こちらにですね、はい、ぜひアドバイスいただけたらなと思います。はい、20年間のクラブの生活の中で日本中世界中いろんな場所行かせていただいてたんですけども、やっぱりこういろんなところを見ますと、もういや音楽っていうのは若い人たちだけのものではなくて、老若男女問わずおじいちゃんおばあちゃんがクラブで手をつないで踊ってたりっていうのをヨーロッパだったりアメリカで見せてもらって、で日本にもやっぱりすごくいい場所っていうのはたくさん絶景があるんで、その場所でいいアーティストがいい音楽をいい音響でかけることによって、その掛け算の大きさっていうのはすごく大きくなってくると思いますので、その映像を見ることによってその場所行きたいなであったり、その逆もしかりで、そんな映像をたくさん撮ってもらえると嬉しいなと思いますけども、地域密着型で、はい、ありがとうございます。じゃあハインジャパンがですね、はい、その配信のチャンネルを飛び出して、はい、そのリアルなイベントですね、その絶景の場所で、はい、DJ でしかも人が集まってなんていう時にはですね、ぜひですね、ビバ食堂さんの美味しいグラタンのキッチンカーなども出店していただけると我々も嬉しいです。何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はありがとうございます。ビバ食堂桃井さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。